今宵メインを飾るのは共にデビュー25周年を迎えるこの2人。新日本一筋25年のレスラー人生、栄光も苦難も。初めてのベルト嬉しい。初めてのベルトを抱きかかえています。一番近くでお互いを見続け、常に意識してきた2人。25年長かったけど、なんか早かった気しますね。でいっつもどんな時でもやっぱいてくれたってのが大きいです。去年と久しぶりにね、シングルマッチやらせてもらいましたけど、強いんですよ。トップロープが飛ぶんですよ。脊髄ぶっ壊した人間が。プロレスラー中西真也。トップロープが僕をブレンバスター投げるんですよ。うわ、お互いの25年をフルにぶつけ合う熱き一戦。常にやっぱ我々若い時から時代と戦ってきたんですよ。昔のやっぱり偉人と言われてるレスラーたちの功績、その戦い負けてられるかって。やるからにはね、やるからにはそら2人がシングルでやるからには時代と戦いたいし、今の時代のプロレスと新日本プロレスの未来につなげるような試合しますよ。新日本プロレスの屋台骨として共に戦い続けてきた2人が、その思いを全て出し尽くし、2人の生き様を見せつける。思いっきりぶつけ合ってやりましょう。はい、やりましょうか。永田裕二、中西学デビュー25周年記念試合、中西学 VS 永田裕二。